おつらぶです、ドアラブです。今回は新年1本目の動画になります。何をやるかと言いますと、はい、ドーン、こちらです。ジェラートピケさんの福袋2024年開封になります。イエーイ。以前ショートでチラッとうさぎオンラインの抽選販売で当選したか落選したかのショート動画を出したんですけども、あれは落選しました。じゃあなぜ変えたかと言いますと、その次にあった楽天の先着販売でドアラップは購入することができました。ありがとうございます。いや、これも大変で、12時に楽天の先着販売だったんですけども、もう59分ぐらいから待機してての時計を見ながら12時00分になった瞬間、ハイドーン、ハイドーン、ハイドーンって買った結果買えました。いや、これもちょっと秘話があって、もう買う一心だったんで、購入、購入、はい、購入、あ、もう、はい、はい、はい、購入、カード番号登録の、はい、購入って言って、購入に行った後に気づいたんですけど、あれ？送り先？何にしたっけ？ってなって、見たら、送り先が実家になってました。はい、なので、購入した後に、すいません、実家になってるので、こっちの住んでる住所に変更してくださいって問い合わせたところ、1月1日の元旦の朝9時に到着しました。やったー！よっ！おネットさん！もうすでにネットで、ある程度ジェラピケ届きましたよ。こんなのが入ってましたっていうのをドアロップ見てたので、なんとなくわかるんですよね、中身が。どうやら今回、干支が大集結してるらしいです。ただ、馬年がいないっていう噂を見たので、果たして馬年が絵柄に入っているのか、確認していきたいと思います。では行きましょう。まずポストカードが入っていました。皆様お気づきだと思うんですけど、今回、ジェラピケの外袋がなかったんです。ん？今回、ジェラピケのバッグが付いておりませんでした。段ボールで届いて開けたらこの状態。布袋に今年は入ってるみたいです。よいしょ。まずはインナーから行きましょう。開けます。何枚入ってるんだろう。あ、はい。2枚入ってますね。1枚目がこちらの T シャツになります。もっちもち、手触りがいいですね、やっぱりジェラピケさんは。で、2枚目がこれはロンティーかな。はい、ロンティーです。下が映らない、長いですね。ロンティーになります。もちもち。で、これに馬年が乗ってないらしいんですよ。なのでちょっと馬年を捜索しますね。馬、馬、馬、ほら、いました。ネズミ、ハリネズミ、ネズミ年、羊がいて、トラ率高いですね。あ、ウサギいました。ウサギ、ウサギ、去年の柄とはちょっと違う感じなんですね。ウサギのキャラクターが描いてます。かわいいウサギ。あとイノシシ、羊、タツ、鳥、犬、猿、羊、タツ、ウサギ、トラかな。なんだこれ、イノシシ、あ、イノシシもいますね。イノシシがいても、馬いないですね。馬いないな。あ、馬、本当は馬いないです。牛もいないですね。牛もいない。ネズミ、あ、ネズミもいないです。ネズミ、今のところいないのが牛、ネズミ、ヘビ、あとネズミ、牛、ヘビ、馬がいないです。で、こっちのもう1枚の T シャツの方にヘビ、牛、馬、ネズミ以外の子たちが集結していらっしゃいますね。そういうことが分かりました。はい、2点続きまして、こちら行きましょう。モコモコウェア&ズボンになります。多分、あ、靴下も入ってます。まあ去年もそうだったんですけど、やっぱり今年も変えてこなかったですね。長ズボン入ってました。モコモコ長ズボンです。靴下になります。最後がパーカーかな。
こちらパーカーになります。ちょっと室温が寒いんでね、早く着たいと思います。はい、こちらです。ゆくゆく。はい、以上5点ですね。今回のジェラピケの福袋の中身になります。来年以降買われる方、今回買えなかった方、中身2024年のジェラピケの中身が気になる方のご参考になれば幸いです。おつろぷー、おつろぷー。